こんばんは。10月31日木曜日、夕方のいわきら TV ステーションのお時間です。この時間もよろしくお願いいたします。さて、このお時間はなんと茨城県の住みます芸人のオスペンギンさんのお二人にお越しいただきました。どうもどうもどうも、おせえよね、生なんだけど撮っちゃってんだよね。すぐ近かったでしょうね。どうも皆様、茨城県住みます芸人のオスペンギンです。よろしくお願いします。スタジオにお越しいただきまして、ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそありがとうございます、本当に。今日は何か PR があるんですか？そうですよ、はい、今週末に行われますイベント、こちらどう、茨城を食べよう収穫祭、今週末ですね。今週末11月2日3日に行われます、はい、こちらのイベントでございますけども、我々も3日の方にですね、ちょっと茨城宣伝隊としてちょっとね行かせていただきますので、皆さんぜひ。もうそれ以外にもですね、宣伝隊の佐久間一行さん、はい、あるいは先輩のジョイマンさん、はい、松下翔一さん、ザ・パンチさんというね、おお、盛りだくさん、豪華盛りだくさんの先輩も来て、ね、はい、ステージを盛り上げますんで、はい、ぜひね3日も来ていただきたいという、ね、おいやでございます。なるほど、今の、はい、全部本当ですか？違う、なんか嘘なのかなって思って、誰もさ疑ってないでしょ今。本当ですよ、そんな嘘っぽい説明ありました今？本当ですから。いや誰も疑ってないよ、なんかさ、ね、疑ってない、本当だよな、本当来ますから、はい、もちろん、ね、はい、美味しいものたくさんありますしね。そうですね、はい、2日3日と行われてるんですけど、我々3日にねちょっと行かせていただこうという、すごいですね。すごいんですよこれ、2日知ってます？日立牛無料試食ができたり、おー、すごい、先着200名様に、はい、あの日立牛がですよね、高級なお肉ですもんね。そうですよ、はい、そうですよ。あとあのアイアンシェフでおなじみの酒井シェフ、おー、ね、はい、よく見てましたよね、あの鉄人ですよ、鉄人で、僕たまに見ると、うん、だいたい酒井シェフ指名されてました。でおなじみの酒井シェフでしょ、あの山中さんが見るとフレンチ対決でおなじみの酒井シェフ率かなり高いんです僕。なるほど、その酒井シェフ、有名なシェフ、嬉しい逆に、いいですね、その監修した茨城を食べよう弁当なんかも美の巨匠だっけ、いや美じゃないですよ、食ですよ、フレンチの巨匠ですから。なるほど、それので限定のお弁当も2日なんですけども、出ますし、もう盛りだくさんなんですよ、はい、素晴らしい、両日行きたいですよね。そう、だから両日行くしかない、うん、確かに兄さん両方行くしかないですよ、はい、本当に。あのイバキラ TV の方でも2日3日と取材に行かせていただくんですけれども、はいはいはい、はいはい、オスペンギンさん3日にご出演ですか？そうです、我々は3日にちょっと行かせていただきますので、はい、私もあの3日に取材に行きますので、あら、はい、ぜひその時はよろしくお願いします。3日って、はい、3日って書いての3日です。他に何があるの？他に何があるの3日って？3日ですね、3日の、なんかある、教えて、あったら教えて、逆に3日、その3日です、はい、その3日、はい、一緒です、ね、だぜひね、はい、皆さんに来ていただきたいなと、ね、思いますよ、はい、あと知ってます、これ100円試食ストリートっていう、100円試食ストリート、そのままじゃねえかね、100円バンクみたいになってるんじゃない、教えてくれ。100円ってね、だ試食だから、うん、やっぱどうしてもね、1人前食べちゃったらもうお腹いっぱいって方多いと思うんですよ、ただ100円の試食ストリートと少ない量でいろいろ食べれると、いいですね、これはもう皆さんにたまらないストリートですよ、これ確かに、たまらないストリートっていう名前にしよう、しないしないしない、ややこしいじゃん今変えたら、もうチラシにも書いてあるんだから、100円試食ストリート、いただきストリートにしようじゃん、いやそれはゲームでしょうね、ハーツ全然面白くないから今のいただきストリート全然いただきストリート、ね、いただけないストリート、いやいただけないストリートだ、いただけないストリート、これは両日でございますか、はい、はい、ね、この旅を収穫祭の方にもぜひね、はい、お越しいただきたいと思いますが、はい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 、あとオスペインのお二人、はい、あの何かお知らせがあるということなんですか？そうですよ、こちら、はい、我々が来てるこちらのね、はい、画面内を茨城県と、はい、もう今茨城と我々の吉本がですね、コラボしまして、うん、そうですね、茨城を知ろう大キャンペーンっていうのをやっておりまして、うん、まあ、その我々茨城宣伝隊でございまして、宣伝隊、はい、そう3日来られたあのね、水戸出身の佐久間一行さんも宣伝隊で、はい、隊長にも綾部さん、はい、ピースの綾部さん、石岡、はい、出身の渡辺直美が隊長として、隊長のお二人なんですね、うん、はい、他にもね、はい、我々の同期牛久出身のフルーツポンチの村上とか、はい、あと先輩 の, あの黒沢さん、はい、さん中などなどで、大勢なる方々で、はい、茨城宣伝隊として、はい、これがどんどんね、茨城をなめんじゃないよと、いいですね、いいとこいっぱいあるのにね、47位ということですから、そうなん
ですよね。ラベンダーという意味では PR してまして、はい、その中の一環で最近今月から始まったんですけど、今月から始まったんですけど、はい、我々が今茨城県のホームページで、はい、ちょっと毎週で動画をちょっとアップしておりまして、おお毎週、はい、それがもうオスペンギンのなめいば講座っていう動画を、なめいば講座、なめいば、なめんだ茨城の略でございまして、なるほど、なめいばとね、あら、単純に、はい、まあ、紹介すると言ってますけど、はい、そんなにちょっと硬いものじゃなくて、はい、どちらですか、ふざけの方が7割、あら紹介3割みたいな、面白おかしく、はい、面白おかしくね、あ、なるほど、楽しくね、楽しく、はい、ね、なるほど、知ってます、それが毎週金曜日に更新されていくんで、はい、なるほど、それが茨城県のホームページでご覧いただける、茨城県のホームページ見ていただければ、はい、そうですね、今は多分その緊急声明って出てるのかと思うんですけど、はい、緊急声明、そこをクリックしていただくと、はい、下に、ね、出てきますんで、過去の映像も全然見れますんで、見てくれよな、どうしたのテンション、テンションテンションどうしたの、いきなりね、急にそんなキャラでした、見てくれよなとか、そういうのやんじゃない、いや違う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 、そういうのや、そんなやってるけど、そんなやる人しかなかったでしょうね、そういうのやってるの見たことあるから、いや見たことあるかもしれないけど、そう、自分のあった言い方でいいから、あ、そうなん、いちいち真似しなくていいから、じゃ あのぜひお二人にもですね、はい、番組のオープニングコールを一緒にやっていただいてもよろしいでしょうか、行きましょう行きましょう、はい、それでは行きましょう、ね、はい、行きましょう、行きますよ、いわきら TV ステーション、行ってみて、行ってみて、言えてねえじゃん、全然いけないストリート、いわきら愛のコーナーです。今日のゲストにはミスユニバースジャパン茨城事務局の関根和美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。関根さん、はい、ね、前回もいわきら TV ご出演いただきまして、はい、もうありがとうございます。相変わらずお綺麗でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。あのミスユニバースジャパンということで、はい、あの前回ですね、応募が9月30日までの応募のお話、はい、いろいろと応募条件などのお話をいただきましたが、はいはい、改めてまたいろいろとお話をお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございます。ミスユニバースジャパンというのは、はい、あのもうね、有名なミスコンになるわけですよね。ミスユニバースですから、もう国内外で活躍されるミスの方というか、はい、選ばれるんですよね。はい、そうですね。そして、まあ、日本は日本大会があって、はい、その中からお一人グランプリが決定されて、はい、そうですね、世界へ行くんですよね。はい、それ以外にも、はい、その地方大会というものが47都道府県であって、はいはい、その茨城大会というのが今年から新しく初めて開催されるということなんですよね。そうなんですね。はい、そんな、ね、素敵なこのミスユニバースのお話、はい、いろいろとお話聞いていきたいと思うんですが、はい、詳しくですね、関根さんの方からぜひ、はい、あのミスユニバースジャパンについて教えていただけますか。はい、ありがとうございます。もう全部言っていただいちゃったかなというところがあるんですけれども、もう言っていただいたように、はい、まあ、内面外見の美を競う大会になってまして、うん、はい、もう歴史的に世界的に60年以上続く権威ある大会になるんですけれども、はい、それがまたあの日本大会世界大会だったんですが、はい、地方大会が始まって、ね、今年茨城で初めて、はい、もう実際開催されているんですけれども、そうですよね、はい、前回の締め切って、でその先の大会が今続いていらっしゃるってことですね。そうなんです、はいはい、まずあの昨年の、はい、ミスユニバースジャパンって結構皆さんもお名前は聞いたことあるんですけれども、はい、ありますね、大会って実際どうなんだろうっていうところが、大会を見たことがある方は少ないですもんね。そうですね、はい、なのでこう映像で見ていただいた方が分かりやすいかなと思いますので、はい、ぜひ、はい、ぜひあの映像を見ていただいて、はい、こんなものだよというのを感じていただければと思います。はい、それではどうぞご覧ください。実際のそのステージですか？そうですね、はい、昨年の日本大会のステージですね、はい、おー、すごいですね。かなり大きいステージになるんですか？そうですね、うん、ファーストセッションといって、はい、もうこれが審査の一つですね。ダンス審査になります。皆さん美しいですね。スタイルもいいですし。そうですね、さすが。ここから15名の方が次の審査に行けるんですね。15名、47人から15名に絞られる。次が水着審査になります。
綺麗ですね、昨年のミスユニバースジャパンの松尾さんですね、はい、あ、ミスに輝いた方、はい、そうですね、か、水着審査から5名が選ばれて、はい、また絞られるんですね、はい、そうなんです、あ、ドレッシーな感じですね、はい、ドレス審査ですね、ドレス審査も、はい、ウォーキングをした後はスピーチの審査がありまして、はい、スピーチもあるんですね、はい、ここの5名から日本代表が選ばれる、1人選ばれる、はい、そうですか、抱き合う、この手の素振りとかそういった一つ一つがポイントになってきたりとかも、はい、そうなんですか、はい、細かいその手の動きまで見られてるんですね、はい、ありがとうございます、素敵ですね、そうですね、本当にもう綺麗な女性がたくさんいらっしゃって、 そうですね、その中から一人を選ぶという、はい、そうなんですか、そうなんです、これがミスユニバースジャパンということで、そうですね、はい、そして今回ですね、はい、この地方大会が茨城で今現在開催中ということなんですけれども、はい、そうですね、はい、その後の今の様子はどのような、そうですね、一次審査というか、はい、第一次募集が9月30日までで、はい、今そこから、まあ、多数応募いただいて、書類選考を受かった方が、はい、次、11月にですね、面接審査へ進んでいくという今段階ですね、ですね、はい、そうなんですか、そうなんです、まあ応募される方は、はい、女優さん目指したいっていう方ですとか、はい、あとは今の自分をすごく変えたいとかっていう方ですとか、でもすごい外国語というんですかね、語学がすごい堪能な方も応募されたりですとか、海外での活動もありますからね、そうですね、でも茨城でも現在も活躍されている方が応募したりしてくださったりとかっていうのもありましたね、そうなんですか、はい、もう本当にまた茨城に限らず、はい、本当にも東京の方ですとか、兵庫の方ですとか、あ、そうなんですか、はい、ご応募いただいてまして、いろんなところから、そうなんです、そうなんですね、はい、このミスユニバースの茨城の代表になられた方は、はい、今後そのいろいろな活動に加えて茨城の、はい、まあ、PR 活動といいますか、そうですね、茨城の顔のような活動もあるというふうに、まあ、おっしゃってましたよね、そうですね、まあ、はい、茨城をさらに盛り上げられるように、うん、こうお手伝いしたいなというふうに考えてまして、もともとミスユニバースがですね、はい、地域貢献、社会貢献というところを社会貢献、はい、訴えている大会になりますので、なるほど、まあ、そういったところで茨城の地域貢献ができるように、はいはい、頑張っていきたいなと思っております、素敵なミスなんですね、はい、はい、時空戦士イバライガーイカのお寿司&交通安全 DVD がついに販売開始、イバライガーによる正しい交通ルールや防犯用語、イカのお寿司の防犯講座など楽しく学べる内容になっております。 DVD2 枚組で価格は2,000円、お求めはイバライガーが出演するイベント会場で。そして、はい、今回はなんとこのミスユニバースジャパン茨城大会の二次募集が行われる、はい、ということなんですよね、はい、あー、すごいですね、チャンスが増えますよね、そうですね、はい、今回も今一次募集締め切って、はい、審査の方は進んでいるんですけれども、まあ、やっぱり多くの方に、はい、チャンスって欲しいよねっていうような事務局で話になりまして、で、ぜひですね、はい、もっともっとチャンスを、得てもらうために、はい、ぜひぜひ二次募集をやろうということで、そうですか、はい、で、前回ちょっと応募しそびれちゃったよという方も、そうです ね、今回の二次募集でもぜひお見逃しなく応募してほしいですね、そうですか、はい、じゃあぜひこの募集の応募要項などぜひ教えていただけますか、はい、はい、ミスユニバースジャパン茨城大会ですね、はい、応募締め切り二次募集が11月7日の木曜日までになります、はいはい、応募方法としては、書類がありまして書類、はい、応募書類、はい、ホームページからですね、書類ダウンロードしていただいて、はい、まあ、お名前プロフィール書いていただいて、はい、自己 PR の書く場所がありますので、そこで思う存分、うん、自分の思いを思いの丈を書いていただいて、はいはい、その書類とですね、はい、写真2枚いただきたいんですね、2枚、はいはい、バストアップと全身写真を書く1枚ということで、はい、バストアップはもう顔が分かるように、できれば正面の、はいはい、顔が
あるといいなお写真大事ですもんね。そうですね、はい、もう一番大事と言っても書類審査ではい、確かにもう一番自分がいいなと思う写真を送ってもらってですね、はい、あとは全身もスタイルが分かるような格好でですね、服装で送っていただけたらいいのかなと思います。わかりました、はい、そして応募条件の方も教えていただけますか。はいはい、応募条件は来年の2月1日の時点で、はい、18歳から26歳以下の日本国籍を持った未婚の女性であればどなたでもご応募いただけます、はい、なるほど、はい、未婚っていうことなんですね。ミスですもんね、はい、そうですね、はい、なるほど、はい、分かりました。ちなみにこの応募する際の何かポイントといいますか、はい、注意点などあれば、はい、ぜひ教えていただけますか。そうですね、先ほども言ったんですけど、はい、やっぱ写真がやっぱり一番大事だと思いますね、はいはい、なるほど。もう一番自分が輝いている写真と、はい、よりかといって、はい、皆さんも最近の皆さんも自分の顔を分かってらっしゃるので、うん、結構こう角度とかっていうのを横から撮ってみたりとか、そうですね、はいはい、もちろんそういったことをやっていただきたいんですが、はい、あまりにもこう横すぎちゃって、うん、こう顔が見えないとか、そうですね、そうなると逆にマイナスになってしまうので、はい、もうできるだけこう分かりやすい正面の写真とか、はい、であとは全身も、はい、頭が切れたりとか足が切れたりとかではなくこう綺麗に収まっているといいかもしれないですね。なるほど。例えばお洋服とかもちょっとダボダボのお洋服とか着てしまうと体型がちょっと分かりづらかったりとか、そうですね、はい、なので、まあ、短パン T シャツですとかも分かりやすいような、体型が分かりやすい写真を、はい、いただけたらなと思っております。なるほど、はい、分かりました。ぜひ、ね、その辺のポイントをご注意いただければと思います。はい、それでは最後にですね、はい、お問い合わせ先の方も教えていただけますか。はい、お問い合わせ先ですね、はい、茨城大会運営事務局で、私がいろいろと対応しておりますので、はい、今そこに出ている電話番号ですね、はい、にご連絡いただけたら、まあ、関根宛てでご連絡いただけたら、はいはい、何でも対応させていただきたいと思いますので、はいはい、なんかこうわからないこと、応募したいということじゃなくて、はい、興味があるということだけでも構わないので、そうなんですね、全然もう気軽にご連絡いただけたらと思います。それはありがたいですね。はい、はい、ということで、ミスユニバースジャパン茨城大会の二次募集があるということで、はいはい、今回ミスユニバースジャパン茨城事務局の関根和美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。茨城新聞ニュースをお伝えします。9月にペルーで行われた世界クレー射撃選手権女子トラップで準優勝した中山幸恵選手が昨日、橋本勝知事を表敬訪問しました。世界選手権で女子選手がメダルを獲得したのは1999年のフィンランド大会以来14年ぶりで、トラップでは男女通じて初となります。中山選手はシドニー、北京、ロンドンの3大会でオリンピックに出場しました。今回は昨年のロンドンオリンピックでの反省を生かし、練習量を増やして臨んだといい、バックアップしていただいた結果と所属する日立建機に感謝しました。中山選手は6年後に茨城県で開催される国体や、その翌年の東京オリンピック出場にも意欲を示し、次のリオデジャネイロオリンピックでの代表入りに向けアピールになったと話しました。来年はぜひ参加させていただいて貢献をさせていただければなと思っています。次のニュースです。つくば市の西武つくば店で昨日、早くもお歳暮商戦の出陣式が行われ、従業員らおよそ100人がエイエイオーと規制を上げました。昨年より2日、これまでで最も早い聖母商戦入りで、高額品など消費の回復を背景に前年比 5% の売上増を目指しています。出陣式は6階祭事場に設けられたお聖母ギフトセンター前で開催され、山本俊博店長はフォローの風が吹いており、お客様はより上質な商品を買い求める傾向にある。百貨店ならではの専門知識とサービスで成功させようと檄を飛ばしました。店によりますと、ギフトセンターの陳列商品数は1658点で、昨年より72点増やしました。一押しは
素材や製法にこだわった全国の美味99点を紹介するオリジナルブランド食源探訪で、茨城県産、つくば市産の商品コーナーも設け、地産地消を呼びかけています。地元の方が多いので、なるべくは手をかけずに、だからハムとかすぐに食べられるような3000とか、うん、そのお付き合いにもよるんですけど、お世話になった方にビールとかコーヒー類を買ってきたんですけど、もう年金生活者ですから、まあ、例年通りでございますけどね。お歳暮のギフト商品としましては、平均の単価が上がるんではないかということで、ちょっと高級なもの、高質なもので、一番おすすめをさせていただいております。そのおすすめ商品としましては、やはり、食塩探訪のお砂糖を使った商品がですね、今回かなり、数多く出させていただいておりまして、それも、まあ、他の百貨店さんにない総合セール限定の商品でございますので、そちらも、おすすめをさせていただいております。商戦のピークは来月中旬から12月上旬で、ギフトセンターは12月25日まで開設されます。最後のニュースです。水戸市立浜田小学校の児童たちは昨日、近くの本町1丁目2丁目商店街のハミングロード513に繰り出し、さまざまな仮装で収穫を祝うハロウィンを行いました。地域と学校、保護者が連携するコミュニティスクール事業として取り組まれ、今年で7年目です。幼稚園児と近くの子育て支援施設ハミングパーク看取り用の乳幼児も加え、700人以上が参加しました。児童らのほか、先生や PTA、迎える側の商店街の人たちも奔走し、お祭り気分で盛り上がりました。子どもたちは魔女やモンスターなど自作の衣装に身を包み、かぼちゃのランタンなどの目印を掲示した協力店を訪問しました。英語学習であることから、ハロー、トリックオアトリートと呼びかけました。Who are you と尋ねられると、何に扮しているか英語で答え、店からスタンプをもらっていました。スタンプは学校でお菓子に変えてもらいました。お祭りごとというか、こういったものもこれからいっぱいたくさんやっていただくと、いろいろこう、ま、街も活性化したり、楽しくなっていくんじゃないかなと思うので、これからも。ハロー。地域の方々とお互いに交流して、その中で英会話の力をつけていく、まあ、そういうことを狙いに交流を図ってきてやっております。ラインの分です。英会話の活動をまずてみんなで歩くことになります。地域の人たちとか低学年の子たちとかと、いろんなことを通して交流できるし、なんか仮装とかも好きなので楽しいです。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。続きまして、茨城新聞ピックアップのコーナーです。今回の注目記事はこちら、壮行会や喫茶店併設、ひたちなか明日自転車店開店、こちらの話題です。サイクリングブームに合わせて、ひたちなか市馬渡の幹線市道沿いに本格的な喫茶店を完備し、多目的なピット機能を充実させた高級自転車のコンセプトショップが明日11月1日に開店します。ロードレーサーやマウンテンバイクなどを扱うスポーツバイク専門店となっており、バイシクルパーク大津日立店の2号店新店舗は、視察した自転車先進地オーストラリアの店舗を参考に独自のツーリング拠点を目指します。店員が資格を持ち、体型に合った自転車の相談のほか、パンク修理や走行中のトラブルに対応できる応急処置技術を学ぶ講習会、ツーリングばかりでなく、トレイルも含む初心者から上級者までの習熟度に合わせた走行会を開催するということです。続きまして、こちらの話題です。インフル対策バンドを支配布、子ども全員にマスク、こちらの話題です。冬のインフルエンザ予防に備えようと、坂東市は昨日、市内の保育園、幼稚園、小中学校に通う子ども計6999人に使い捨ての紙製マスクの無料配布を開始しました。
明日11月1日から来年3月24日までの通園通学時の着用を想定し、1人当たり90枚、総計およそ63万枚のマスクを用意しました。市は2011年からマスクの配布を開始、今回で3回目になります。会場にはマスクの詰められた段ボール265個が用意され、集まった教職員らが各園、学校に持ち帰りました。山下副市長は挨拶で、風邪をひかないようマスクを有効活用し、冬を元気に乗り越えていただきたいとインフルエンザの予防を呼びかけました。以上、茨城新聞ピックアップのコーナーでした。茨城が誇る景勝地の袋田の滝、毎年恒例のライトアップ、今年は今週末の11月3日日曜日から始まります。今年は例年よりさらにグレードアップしたライティングが見られるということで、その模様を一足早くお届けします。 VTR どうぞ。幻想的な雰囲気が漂う色彩豊かにライトアップされた滝の姿。この秋から夜のライティングが始まる日本三名瀑の一つ、醍醐町の袋田の滝。先日、関係者に向けライトアップのお披露目が行われました。今年からは演出を大幅に強化、雄大な滝の姿に合わせた楽曲も導入。プロデュースしたのはゲームや映画音楽プロデューサーとして世界の第一線で活躍するカイトさん。ライトアップの演出は、これまで東京ガールズコレクションなどを手掛けた日本有数のライティングアーティスト、相葉正明さん。四季折々で色が、滝の色がやっぱり紅葉したりとか、あの森が紅葉するのと同じように、あの滝も紅葉して色がついたら面白いなっていうのがコンセプトですね。凍ってる時の色とか、まあ、寒い色、僕らの間でいうと寒色と暖色って言うんですけど、そういうものをうまく使い分けたりとか、もう本当にその四季を料理できるような景色が、そういう部分で表現できたらなっていうことは考えています。滝は滝ですごい素晴らしい綺麗なものなので、そこにちょっとしたそのなんていうんですかね、あの要素、綺麗に見える要素を僕ら入れただけなので、実際はもう本当に素晴らしいだけだと思います。それをもう見に来ていただければ。紅葉に合わせた赤、緑、青など30パターンに変化するライティングと幻想的な音楽の共演。2人の気鋭アーティストが高さ120メートル、幅73メートルの巨大な水のキャンパスを彩ります。ライトアップ、滝気候、秋の美観瀑、冬の氷瀑が見られるのは11月3日から来年2月11日までの期間。時間は日没から午後8時までです。このライティングは17色で30パターンもの種類が選べるということです。お好きなパターンのライティングで記念撮影をしてみてはいかがでしょうか。そしてこのライトアップ期間中のイベントといたしまして、11月30日土曜日まで
この市内の大子町市内のリンゴ園、すべてのリンゴ園のリンゴ狩りの無料券をお配りしているということです。こちら袋の滝の入場券売り場でもらうことができるということですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さらにこちらライトアップの期間のおさらいです。11月3日から来年2月11日までの開催です。金土日祝日、そして年末年始行われており、時間は日没から午後8時まで行っています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。京成百貨店さんで10月の30日から11月の5日まで京都店をさせていただいてます。こちらは10月30日、31日、1日3回ずつ踊らせてもうてます。あの申します。今年も京都から、たくさんお店一緒に寄せていただいてるので、実演もさせていただいてます。ぜひ皆さん来てくれやす。さて特別ゲストの方にお越しいただきました。ほっこり町団プロデューサー兼ディレクターの吉岡時生さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ほっこり町団といえば、はい、千葉テレビさんといばきら TV の方でコラボレーションさせていただいている、はいはい、番組でいばきらでも流させていただいて、放送させていただいてありがとうございます。あの小堺翔太さんの、ね、あの主演の番組で、はい、本当に皆さんスタッフの方和気あいあいとお作りになっている番組ですよね。まあ、それをコンセプトとしておりますので、コンセプトで、はいはい、番組も最初どうやって作ろうかっていうのがあったんですよ、はい、でやっぱり、まあ、小堺がやっぱりメインですから、やっぱり小堺を盛り上げなきゃいけない。お、うん、でそのために、まあ、小堺に、はい、あ小堺を主役したんですけど、はい、で我々はねスタッフは一応ね、うん、脇役っていう設定なんですよ。脇役、うん、はい、でどうやったら一般の視聴者の方にたくさん見てもらえるか、はい、いろいろ考えたんですけど、はい、やっぱり基本はね、はい、僕らが楽しもうと。なるほど。僕らがみんなで楽しもうと。そう僕らが楽しくないと、はい、やっぱり視聴者の方が見た時に、楽しくないんじゃないかな。確かにそれはありますよね、うん、でそういうのも伝わっていっちゃうんだと思うんですよね。うん、確かに、うん、でだからもう小堺くんがあくまでも主役、はい、僕らは脇役、それで、はい、通常だったらやっぱり来るっていうのはあんまり映らないわけですよね。あ、普段の番組では映らないことが多いんですね、うんうん、多いですね、はい、だいたいほら出たりするとカメラが出たりすると、あ邪魔だとか見切れたとか言われて、あ NG になっちゃう、ね、なったりするわけじゃないですか、はい、でもそれもありにして、だから全員で作ってる姿を、はい、視聴者の方にも感じてもらって、あ現場はこうやって作ってるんだな、はい、でなんかこの連中がなんか楽しそうにやってんだな、はい、でなんかすごい感動したりすると一緒に感動したりして、うん、そうするとその感動が、はい、まあ、ちょっとでもね、うん、伝わればありがたいなって思うんですよ。なるほど。リアルな生の声をそのまま伝えていらっしゃる、うん、はい、だからうちらの番組っていうのは、はい、実は台本もなかったわけですよ。あ、台本ないんですか。ないんですよ。だから現場主義でやってましたから、はい、例えばの話ね、お店とかロケ多いんですけど、はい、そうですよね、でお店のとこ行って、はい、すごい台本通りこの通りって言っても、うん、ましてや相手の方は役者さんではありませんから、はい、こんな台本見せられて、はい、この通りなんかできませんよ。緊張してますしねっていう話ですし、はい、でもやっぱりお店とかロケさせてもらうと、うん、やっぱり相手の方も主役なわけですよね。そうですね。だから小堺も主役なんですけど、はい、番組上ではね、でもやっぱりゲストさんなわけですよ、お店は。はい、考え方とすると。なるほど。だからすごい我々はゲストとして扱って、はい、だからこっちがいろいろとこういうふうにお願いしますとか、うん、お願いをして、はい、もういきなり撮影をしながらやっていっちゃうという。あ、そうなんですか。はい、だから打ち合わせは本当に簡単に流れたわけですよ。こういうふうにお願いしますっていうふうにだけ決めといて、最低限のことだけ、はい、であとは現場の方とうまく、はい、こう調整しながらやっていく。おお、その場で作っていく。その場で作っていく。でその場で一緒に盛り上げていく。おお、うん。だからうちらの番組見ていただくと分かるんですけど、割とスタッフは黙ってないと思いますよ。もう皆さんの声とかご出演されたり映り込んだり、本当に皆さんで作っていく。だからスタッフはね、割とうるさい番組だと思うんですよ。, 笑い声とかよく、ね、そうそう入ってたり。よく笑ってますしね。そうですよね。うん、でもその笑い声につられて笑ったりとか、それでやっぱりゲストであるお店の方とかも、はい、一緒に笑ってくれたりしますから、だから結構
まあ、お店の方も後でちょっと聞いたりするといろいろうるさくてすみませんでしたとか言うと、いや楽しかったです、あ一番ですね、と言ってもらって、その中で、まあ、そこの美味しい料理とかが、はい、もう視聴者の方に、あここのお店はこの料理が美味しいんだ、うん、あ美味しそうだね、確かに、あこんな料理食べたことないね、あこの食べに行こうとか、はい、そういうふうに、ね、分かっていただくというか、うん、理解してもらって少しでも、はい、伝わって、まあ、それも一つ情報としてうちらは出してるんですけど、はい、それプラスアルファで、うん、そのなんか番組の中で笑ったり感動したりするっていう、はい、バラエティの部分、もう伝わっていけば、まあ、視聴者の方は楽しく見ていただけるのかな、本当ですね、うん、スタッフの皆さんも視聴者の皆さんもみんなで楽しめる番組ですよね、でそうじゃないとやっぱり、はい、固くなにやってただけではなかなか伝わらないんじゃないかなって、そしてあの茨城県の方にも、はい、あのコリマスさんの皆さんお越しいただきまして、はい、いや茨城は結構取材来たんですけど、そうですよね、一番最初にね、はい、来たのはやっぱりつくば市だったんです、つくば市の方に、はいはい、まあ、つくばといえばね JAXA とかいろいろあるんですけど、そうですね、でもね僕なんかでねやっぱりびっくりしたのはね、はい、つくばってパンの町なんだっていうのが、そうなんですよ、すごいびっくりしたんですよ、うん、だからあの小堺もね知らなかったぐらいで、はい、つくばってこんなに美味しいパン屋さんがいっぱいあるんだ、はい、そう、パンの町なんですよね、それもね、はい、半端じゃないですよね、数が数もすごい、それもみんな超人気店で、はい、午前中とかに売り切れちゃうんですもんね、すごいですよね、すごいですよ、いろんなお店を取材していただきましたよね、はい、でこの日がねまたね、はい、すごい日で、1日に3本撮りやったわけですよ、30分の番組を1日3本撮ってるわけですよ、すごいですよね、でだからもういろいろ考えても小堺が一軒一軒回って、はい、食べてたんでは、こりゃとてもじゃないけど終わらないと、とりあえず買っては帰るみたいな、あ、まあ、当然ね買ってとりあえず帰って、帰る、でも、はい、買うって言っても、はい、当然そのお店の方に、うん、うちはこのパンを勧めてるんですよ、美味しいんですよ、食べてくださいよ、ありますよね、おすすめがやっぱり、おすすめがあるので、はい、それを勧めてもらったものを買って帰ると、おお、なるほど、で最後に、はい、まあ、エンディングのところとかで、うん、あのスタッフ全員並んで、全員で買ったパン食べてみようみたいな感じで一個一個こう食べて、で、いやこれはこれが美味しいねとかあったんですけど、でもね本当にね、はい、どれをとっても個性的で、美味しかったです、あ全部個性的、全部食べていただいたんですね、食べました、あ素晴らしい、ありがとうございます、本当にね僕は、はい、こんなパンがあるんだって思いましたね、きっとそのたくさんのパンの魅力も伝わったんじゃないですかね、いや伝わったらいいなと思うんですけど、何しろ意外でしたね、つくばにこんなにパン屋さんがあって、そうですね、多分県内に住んでる人も知らない方が多いんじゃないかなと思いますね、うん、あそうなんですか、それは皆さん知った方がいいと思いますけど、そうですね、知らないと損損ですよつくばはね美味しいパンの街ということで、うん、本当に、はい、そしてこちらのいばきら TV がある水戸市の方にもお越しいただいて、はい、番組にも、ね、あの出演いただきまして、はい、小堺が出させてもらってありがとうございます、いろいろとコラボさせてもらったんですけどね、そうですね、はいはい、うん、小堺がですなんかね、うん、最初は緊張してたらしいですよ、あ本当ですか、うん、あ私たちあのちょっとサイコロなんか作っちゃったりして、あ中にありましたね、そうなんですよ、転がし中にやばい文字が書いてあったりしてそうでした ね、はい、で小堺がこれでやったらどうしようとか言ってましたね一文字ね、ちょっと嬉しい文字があったりとか、はい、面白かったですよ ね、 ね、はい、だやっぱりこの辺は思い出に残っているところであって、うん、ありがとうございます、で茨城県庁さんの25階にね、はい、カフェがあるんですよね、展望台のカフェで空でしたっけ、そうですねカフェで空、ね、はい、あそこに納豆パフェっていうのがあって、はい、それがね、うん、意外な美味しさで、そうなんですよね、あれまたびっくり、はい、納豆がもちろん有名なの、皆さん分かってると思うんですが、はい、納豆パフェっていうのがあるっていうのは珍しいですよね、そう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 、いや知らなかったです、はい、でこれがね、うん、あのなんか県庁の方も知らなかったという、あ確かに知ってます、県庁の方でも知らない人がいたらしいんですよ、いらっしゃるかと思いますね、うん、で、はい、この放送して県庁の方も食べたし、はい、でまたなんかいろんな局が取材に来たという、いう話をちょっと聞いたんですけど、素晴らしい、千葉テレビさんで放送していただいて、他のテレビ局さんも取材に来たというの
素晴らしいですね。茨城県の方からお聞きしました。はい、はい、ありがとうございます。いいなんかちょっとお役に立てたかなみたいな。かなりかなりも PR していただいていて、はい、いうのがあって、まあ、よかったなと思います。もう他にも本当にいろんなところに足を運んでいただいて、はい、実際にいろんな地域を取材していただいて、はい、あと行ったところというと結城だったり小川だったり、そうですよね。結城っていうと紬で有名じゃないですか。そうですね、結城紬で、でまた小川っていうと面白いけど、はい、こんなのがあるのかと思ったのが、はい、カレー麺なんですよね。あ、カレー麺、カレー麺、はい、僕も意外だったんですけど、もう麺だったら何でも OK と、はい、でもパスタであろうと、はい、丼であろうと、そばであろうと、でもカレーにこだわってらっしゃるんですよね。でそれがなんかいっぱいあったんですけど、でその他に、まあ、まあこれはあの26とか27ぐらいで放送したんですけど、はい、あの茨城の食材フェアってあったんですよ。食材フェア、はい、今年でなんか4回目だった、あの県内のホテルで行われる食のイベントですよね。結構ね、はい、僕もびっくりしたんですけど、茨城のホテル本当代表する、はい、そうなんですよ、有名なホテルさんが、うん、もう、はい、これもね、1日で、ね、6ホテルぐるぐる回ったわけですよ。うわ、すごいですね。食べては走る、食べては走る。うわ、忙しかったんじゃないですか。もう忙しいなんてもんじゃないですよ。そうですよね。走り回ったって感じですよ、本当に。もう鹿島から筑波から、はい、いろんなホテルさん回られて。そうそう、鹿島行って、大洗行って、はい、で水戸に来て、でそれから今度は筑波と。これ移動距離だけでもね大変なわけですよ。すごいですよ、県内の方もそこまで回る方はなかなかいないですよね。でこの6県を回ると、はい、実は あるなんだっけな、はい、県がもらえるんですよ。県が、はい、それね、それが来るとね、はい、いいんですよ。あ、なんと、ね、食事がペアでできちゃうんですよ。おー、それはだから来年もやるそうです。あ、いいですね。じゃあぜひ皆さん、来年も、はい、ご参加いただいて、食材フェアがあるそうです。はい、ね、そんないろんな、ね、ところに取材に行ってやっていただいている茨城県なんですが、はいはい、今日あのお召しになっている T シャツ、よくぞ聞いてくれました、はいはい、あのほっこりって書いてあってとっても可愛らしいなと思うんですが、これちょっとちっちゃいんで分かりにくいんですけど、あの背中にもちょっとね、見てもらいたいんですけど、ちょっと立ちますね、はい、こんなデザインなんですよ、はい、こんな見えますか、書いてありますね、こんなデザインでね、このデザインを実はしたのは、はい、砦に住んでらっしゃる、うん、実はあの芸大出身の方なんです、はい、あ、茨城の方なんですか。そうなんですよ、で、蕎麦島さんっていうんですけど、はい、その方がデザインなさって、そうなんですか、ほっこり松田の T シャツ、はい、茨城の方がデザインされてる、蕎麦健さんっていう方、蕎麦健さん、はい、あら、この方はね、なかなか素晴らしい方で、はい、駅の壁画とか、あ、今出してもらってますけど、はい、あのこれがね、T シャツ、今あの黒い方が僕が着たやつですね、はい、で黄色い方が、黄色もあるんですね、実はデザイナーさんが最初に考えたデザインです。お、そうなんですか、はい、でこれを今、はい、実は3000円で売っております。あ、3000円で販売中、税込みで売っております。これはどこで買えるんですか。うちの小堺翔太のほっこりましさんという公式のホームページに来ていただければ、はい、買えますので、いいですね、予約販売をしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、黒はスタッフさんと同じ色も変えるということなんですね。そうです、これです、これです、あ、素敵、はい、黄色と黒でぜひお求めいただければと思います、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、そしてこのほっこりマスターン、とても面白い番組なんですけれども、ありがとうございます。一旦お休みをされるという話聞いたんですが、そうですね、ちょっと疲れちゃったんで、そんなそんないっぱい回られてるからですか。いやいやいや、ちょっとお休みさせていただいて、また来年、またやりますか、ね、再開したいと思います。ぜひ、その時はまた茨城さんともコラボさせていただいて、ぜひぜひ、はいはい、また茨城にもお越しいただいて、あのその時は間違いなく茨城もまたロケしますので、ありがとうございます、はいはい、そして素敵なお知らせということなんですが、はい、なんとこれまで配信してきた1話から30話までのすべての回を無期限で一挙大公開されるということなんですよね。それもね、茨城さんがねやってくださるということなんで、はい、非常にありがたく思っております。ぜひ皆さん見てください、はい、こちら11月1日、はい、明日から、はいはい、大公開ということで、はい、これまで期限付きでね公開していたんですが、無期限で公開となりますので、はい、この機会にね、そのうちに新しい番組が始まります。
ですか。そうですね。それまで、はいはい、ぜひこちらの方をご覧いただいてお待ちいただければと思います。はい。はい、でもいろんなところに本当に茨城以外のところも穴場のお店とかでたくさん、はい、まあ中心はね、うん、割とあの千葉、はい、それから茨城さん、それから東京、東京ももうロケやってますけど、はい、もう最後の方は、うん、あの浅草をロケしてますので浅草、はい、いいですね。あの浅草もね、はい、結構、はい、割と僕は浅草にいますので。あ、そうなんですか、浅草に詳しいんですね。割と僕がよく行ってる店を紹介してますので、はい、そうなんですか。でそれもね、はい、まあある局さんが来たら、まあ、いろんなとこ来てるらしいんですけど、はい、全部断ってるらしいんですよ。そうなんですか。だから初めてご覧になる方もいるかもしれませんね、テレビで。それはうちの番組だけ見ていただいた方には、はい、ちょっと得かなという、うん、なかなかね、うん、それテレビでも放送されないよう な, なところ穴場のお店もね出ますので、はい、うん、楽しみということで、その、シャープ30はなんと、はい、今日いばきら TV の方で今夜8時半に配信ということですので、はい、ぜひお見逃しなく、ぜひぜひご覧ください。ぜひぜひお願いします、はい、ということでこれからもほこりましたん、はい、ぜひ楽しみにしてますので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。またよろしくお願いいたします。はい、この時間はほっこりまちたんプロデューサー兼ディレクターの吉岡時生さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。井の沢高専のおかみ五十嵐美智子さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。井の沢高専の五十嵐でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。井の沢高専さんの旅館の周辺で、はい、まあ、見どころであったり、どういった場所でどういう旅館になるんですか。私どもの旅館は、はい、あの昔は湯治場だったんですよ。そんなもんですから、はい、あの見どころっていうのはと近くにある陰陽神社とかそういうところなんですけれども、はい、昔は駅から駅の近くの細い道をあぜ道を歩いて、はい、まあ、40分から1時間ぐらい歩いてうちにいらしていただいたんですけれども、今は車で約1キロなんですけれども、はい、そういう山の中の一軒家になります。はい、一軒家、はい、そういう宿っていうのは珍しいんじゃないですか。あのこう木と田んぼと山とあとはこう鳥とかが鳴いたり、うん、動物がたまに出てきたり、はい、そういうところです。本当自然でいろいろな動物とかにも合います。へそうなんですか、ね。はい、昔は湯治場であった。はい、そうです。それはいつ頃のお話なんですか。はい、それは、はい、今から170年前なんですけれども、はい、天保13年です。はい、もう13年って言いますと、もう歴史の勉強で出てくる時代ですよね。はい、そうですね。旅館として経営されて運営されているのはもういつ頃からになるんですか。昔ひいひいおじいさんがこう作った石碑があるんですけれども、はい、そこの中は全部こう漢字でいっぱい書いてあるんですけれども、その中にあの旅館この高専 の,、はい、あのどうしてあの掘り出されたかとかそういう言われが、はい、あの中に書いてあります。あ、はい、山形村でこうお祭りか何かがあったそうなんですね。それであの高い櫓のところに太鼓を運ぶ役目をしていたそうなんです。太鼓を運ぶ、はい、それで背中に背負ってそのこう登っていったんだと思うんですね。はい、それでそして登っていったらばドカッってこう下に落っこっちゃったそうなんです。あの毎日毎日痛いよ痛いよってこう寝てたんだそうです。それで医者にあの何件も何件も通ったんですけれども一向に良くならなくて、それでもってんとこうやっぱり床にこう伏してたそうなんですけれども、である日こうやっぱり寝ていたらば頭の上のところに赤と白の神様が立ってあそこのところを掘って、はい、でその水が出てくるからあのその水を沸かして体を癒せばきっと良くなるでしょうっていうこう枕元に立った神様が言われて、はい、その通りにしたらばあの良くなったということで、そういう言い伝えがあったんですね。はい、そうです。現在はあの茨城では一軒だけなんですけれども人の宿になっております。
茨城県内では1軒なんですか。そうです、はい。やっぱりその歴史があって昔からの、はい、ということで人のじゃあやっぱりその情報を知っている方は、はい、その茨城県内唯一ということで、はい、足を運んでいる方も中にはいらっしゃるということですね、はい、中にはそうですね、いらっしゃいますね、はい。旅館でのお食事とかっていうものはどういったものがされているんですか。はいはい、旅館の前をこう坂を下っていくとこう沢と山の間に田んぼがありまして、はい、そこのところで米なんかは作っております。湯沢高専さんの田んぼなんですか。そうです。それで田んぼを作ってこの頃では借り入れも終わって、はい、小田掛けもやって、はい、それで脱穀が終わり新米をお出ししております、はい。そしてお野菜なんかはまた、はい、宿からはちょっと離れているところに畑があるんですね。あ、畑も自分の旅館、はい、その湯沢高専さんの、はい、そうです、はい。で畑でいろいろその季節のものはいろいろ作ってて、はい、その季節取れる野菜をお出ししております、はい。これからの季節、秋から冬にかけてはどういったお野菜が取れるんですか。そうですね、白菜とか、はい、ネギとか大根とかあと今里芋とかやってますね、はい、芋がらを、はい、剥いてます。芋柄、はい、芋がらって分かんないですよね。こう里芋とかあって、はい、そのこうツタがツーってなって大きな葉っぱがこうありますよね、はい、それをこの茎のところをこう剥いこう外側を剥いて干して、はい、干しとくんですね。それでカラカラになったのを今度また戻して、はい、お味噌汁とかあと油で炒めてお醤油でお味付けして、はい、こうおかずにしたりお味噌汁の具にしたりしてやるんですけれども、はい、全てもうお食事出されているものはお米、はい、そしてお野菜とかは、はい、もう自分のところで作ったものを提供してるんですね、はい、大体はそうです。はい、いいですね。そういうのちょっと嬉しいですよね。そうですね、はい、はい。それでは最後に、はい、視聴者の皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、私どもの旅館では手作りでお料理を用意したりしております。お風呂もヒノキ風呂、岩風呂で山の方だけなんですけれどもライトアップをしております。山の中で何にもないところなんですけれどもみんな一生懸命頑張っておりますのでぜひいらしてください。お待ちしております。今週のプレゼントはこちら、お菓子のマロードのおくくじベイクドチーズケーキです。お菓子のマロードは大正14年創業の和菓子店菊池菓子店から始まったお店です。さまざまなおくくじの特産品を使い地域とともに歩むをモットーにお菓子作りを行っています。おくくじベイクドチーズケーキはおくくじ地域の卵と県産の牛乳そしてデンマーク産の高ランクなチーズを使用して作ったベイクドチーズケーキです。牛乳が多いのでチーズが苦手な人でも食べやすいよう仕上げています。今回はお菓子のマロードからおくくじベイクドチーズケーキ1箱を3名様にプレゼントします。応募期間は11月4日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんの応募お待ちしています。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは茨城の旬の食材や県内の直売所情報おいしい料理のレシピなど茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので皆様ぜひご覧ください。 IBS 茨城放送といばきら TV のコラボレーションいばきら TV スクーピーレポートのコーナーです。今回はシルバーリハビリ体操についてのレポートです。どうぞ。元気なおじいちゃん、おばあちゃんが多くなっていますが、私もこんな風に年を取りたいなと思います。
そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんにお話を伺うと、その秘訣はよく食べて運動して寝ることとおっしゃるんです。その動くの部分、シルバーリハビリ体操がなんと10年目を迎えたということで、この時間はシルバーリハビリ体操について茨城県保健予防課の前川義秀さんにお話を伺います。前川さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それにしてもシルバーリハビリ体操、もう10年目になるんですね。はいはい、一体どういった体操になるのか改めてご紹介いただけますか。はいはい、シルバーリハビリ体操は介護予防の体操で、特徴としましては大きくは2つあります。はい、1つは、道具を使わずにいつでもどこでも一人でもできるということです。でもう1つはどのような姿勢でもできるということで、まあ、立ってでも座ってでも寝た状態でもできるというような体操になっております。どんな方にもしていただける体操になるんですね。はい、介護予防の体操ということですが、はい、はい、目的としましては2つほどございまして、1つはですね、要介護の状態にならないということです。でもう1つは仮に介護が必要な状態になっても、まあ、介護をですね、困難な状態にならないということで、まあ、介護しやすい状態を維持できるようにというふうに考えられております。このシルバーリハビリ体操できるまでの経緯というのは何かあったんでしょうか。はい、ご存知のように、今高齢化率がですね、極めて高くなってきておりまして、まあ、どんどんその介護を必要とする方も増えてきております。まあ、そういった意味からもあらかじめ介護予防をするということを取り組んでいるところです。このシルバーリハビリ体操、フォーラムにお邪魔しましたら、なんとおよそ2000人以上の方がいらっしゃってまして、はいはい、県内各地からということだったんですけども、大きな特徴が2つあるというふうにも伺いました。どういった特徴になるんでしょうか。はい、事業の特徴としましては、一つはですね、住民の方が住民を教えるということで、まあ、体操指導士の方はすべて一般の県民の方になっているんですけれども、まあ、その方が地域の住民の方に、指導士として教えるということがございます。もう一つは、指導士はですね、1級から3級まであるんですけれども、まあ、住民の方を直接教える3級の指導士さんは1級とか2級の指導士さんが教えるということで、住民の方が住民の方に先生となるというシステムになっております。なんかどんどんとシルバーリハビリ体操の輪が広がっていきそうですね。はい、このシルバーリハビリ体操の効果、今だんだん見えてきているんでしょうか。はい、現在ですね、県の方で、全体で見ますと、まあ、6年目ぐらいからその効果が現れ始めているんですけれども、まあ軽度のですね、要介護者の方の、まあ、認定割合などが下がってきているというのが一つございます。それから、まあ、高齢者100人に1人の割合で、まあ、指導士の方が活動していただけると、そういった要介護の軽減が図られるというようなデータが示されてきたところです。そうなんですね。ぜひたくさんの方に利用していただきたいと思いますが、実際に指導士として活躍されている方にもお話を伺いたいと思います。吉井さんです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、吉井さんは今日はどちらからいらっしゃったんですか。笠間市です。笠間から。失礼ですが、おいくつになるんでしょうか。66歳。66歳、見えないですね。皆さんから言われませんか。ありがとうございます。シルバーリハビリ体操指導士として活躍されているということですが、何年目になりますか。3年半になりますね。3年半。どうですか、シルバーリハビリ体操やっていて。ですね、皆さんと一緒にやってますからね。一緒にやってすごく楽しいですね。やっぱりみんなと一緒にっていうのは大事ですよね。そうですね。どのくらいの頻度でやってらっしゃるんですか。まあ、私の場合は月に15、6回、2日に1回ぐらいは1時間ずつ、各公民館、教室でやってますけどね。1回だいたいどのぐらいの時間体操教室は行われるんでしょう。いい1時間ぐらいですね。1時間くらい、結構じんわり汗かいてくるじゃないですか。いや、体操だけじゃなくてですね、体操は体操でやって、その他にも、発声練習だとかですね、これ演芸運動っていうのがありますので、そういうものまでやっていきますから、まあ体操する動く時間は30分ぐらいですね。そうなんですね。いろんな体操がある中で、吉井さんのおすすめの体操一つ教えていただけませんか。まあ、私はどうしてもね、最後まで歩くということが一番重要なんで、はい、
もも上げということがね、肘付け運動っていうのがあるんですが、はい、もも上げということで、肘付け運動、肘を下にして、手を顔の近くまで持ってきま す、肘のところにあの膝をつけるということですね、はい、ですから、あのこの上げた時にここの腸腰筋というのを使いますので、もも上げの運動になります。はい、もも上げの運動をするときに気をつけた方がいいポイントなどありますか？そうですね、まあ、あの足にあの負担をかけないようにっていう、あのちょっと悪い方がいらっしゃいましたら、あまり無理をしないようにということで、はい、ちょっと痛いかなっていうところぐらいでやめていただければいいかと思います。ちょっと痛みを感じたらやめるということで、では私もちょっとやってみたいなと思うんですが、結構足もも上げきついですね。まあ、今立ったままでやるとね、ちょっときついですね。あの椅子でに座ってね、はい、やると案外楽にできるかと思います。あの普段ちょっと私ガニ股気味なんですけども、ちょっとガニ股っぽくあのもも上げとかやっちゃうと良くないんですよね。そうですね、あの、ガリ股の練習をしているのと同じですから、ね、外へこう向かないようにやっていただければ、はい、まっすぐ上げていただくということで、あの注意していただければいいかと。はい、まっすぐ上げてしっかりと綺麗に歩く運動にもなりそうなの で、ね、私もちょっと取り入れていきたいなと思います。この、もも上げをやりますとね、はい、歩くのがすごく楽になりますので、ね、胸を張ってね、はい、歩いていただければいいかと。はい、わかりました。ということで吉井さんからいろいろと体操について教えていただきましたが、ぜひ皆さんにこちらチルバーリハビリ体操取り組んでいただきたいですね。はい、県の方では平成29年度までに1万人の指導士の方を養成したいと考えておりますので、ぜひ積極的にですね、やっていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、ということで私も先ほど吉井さんに教えていただいたシルバーリハビリ体操の一つしっかりとやって、そして引き締めていきたいなと思います。この時間はシルバーリハビリ体操について茨城県保健予防課の前川義入さんと吉井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。茨城空港から出かけよう。今こちらかかっておりますいばきら TV ステーションのエンディングテーマ曲、こちら鬼塚サリーさんのあの教室のママです。こちらの CD は前回出演していただいた際に歌っていただきました遠慮料も入っているという CD になってまして、遠慮料そしてあの教室のママ、ぜひ皆さん聞いてみてはいかがでしょうか。そして明日のいばきら愛のゲスト、明日は毎週金曜日の水戸芸術館アートディスカバリーをお届けします。ぜひお楽しみに。そして今日のいばきらナイト9時からは大喜利ゼミナールをお届けします。こちらもぜひお見逃しなく。それではこの後も笑顔あふれるキラキラの夜を。
未来